ケロさんの、まあ、少年時代などもちょっとお伺いしたいなと思うんですが、はい、小学校3年生からですね、はい、僕リトルリーグに入りまして、はい、まあこういうゴールデンウィークやったり、はい、夏休み、はい、もう野球ばっかりしてた印象がありますね、ずっと野球をされてたと、はい、でリトルリーグ のテストにいろいろ強いってことはおじい様というふうにお聞きしてるんですが、はい、その入団テストで 50m 走と遠投というのがありましたので、はい、まあ、自分の出身地の岸和田市という中で自分はどこにランク付けされてるんだろうかということで、はいはい、まあ、それで力試しみたいな感じで行ったんですけど、はいはい、見事合格されて野球人生が始まったと、はい、そうですね、いうことで、はい、で著者によるとおじいさんの 口癖があったときにお聞きしてるんですが、なんか日本一の男になるというようなことを、そうですね、よく言われて王さんのホームランを見てですね、はい、和弘日本一の男になれと、日本一の男になれと、そういうことで、まあ、はい、ずっと口癖のように言われてですね、まあ大阪で一番になってもあかんと、はい、東京で行って一番になれと、はい、そういうふうに言われましたね。よく言われました、はい、まあ、小学校時代のちょっと話に戻るんですが、ちょっともう子供の頃からプロ野球選手になるんだというご自分の中で感覚があったというふうにもお聞きしてるんですが、ありましたね。すごく意識したのが6年生ぐらいですかね。6年生ぐらいで、卒業文集でも、はい、プロ野球選手になりたいではなくなりますというふうに書いてました。もう断言をして、なりたいと。僕より一人上がいましたね。僕一人、僕よりもっと上のやつがいました、ね、あ、上手な人がいる、ライオンズ出身の、はい、今アメリカで頑張ってるピッチャーの松坂大輔、はい、あいつは100億円プレイヤーになるって書いてましたね。文集で、もうその頃からリアルな数字出してましたよね。リアルな数字を、はい、正確な数字を出してらっ、将来設計がじゃあ、はい、そっちのあれですね、いい感覚を持ってらっしゃったということで、はい、はい。